はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学1次関数の交点を出す ② 応用編をお送りします。で、前回のね、これの ① 基本編で、みんなにはね、交点の出し方を覚えてもらいました。で、まあ、もちろんね、今回も交点を出します。出すんだけど、ちょっと難しい問題になってる。そしてこの問題、まあ、大きな1問で、こう、小問がね、1、2、3、4って繋がってるタイプなんですが、これ、めっちゃ大事です、この問題。もう大事がちょっと詰まっちゃいましたけどね。すっごく大事。学校のテストもそうなんだけど、例えばみんなの地域でね、やる模試、県とかでやる模試とか、あとは入試とかでもすごく見る問題です。なので、ぜひね、チャレンジをしてみてください。で、数学がちょっと苦手な子もここまでは取れるようにしよう、ちゃんと3番までは。で、できるならこの4番を取れるようにしてください。よく出てくるパターンだからね。お願いします。では、解けそうな子は1番から4番、ぜひ動画を止めてチャレンジしてみてください。で、ちょっと見た感じで、ああ難しそうって思う子はね、特に多いとも難しそうって思う子がね、で、思う子は一度ね、説明を聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ、早速ね、説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、今回、今までね、方眼紙、ホワイトボードみたいな、なんだ、マグネットか、にこうね、書いてあるやつ使ってきたんだけど、そういう風に、こういう線が入ってない問題のが多いです。入試とか難しい問題はね。なので、今回、わーっとこういう風に書いてるんだけど、で、今回は、L っていう直線、これね、これと、M っていうこの直線、2本の直線の話をしていきます。で、それぞれのデータ、どういう直線かっていうのはここに絶対書いてあるから、そこをしっかり読む。まずね、まず直線 L はこっちね、 L の方は A、 こことこれね、0の6 B、3の0、ここを通るって書いてある。で、もう一本の M の方、こっちだね、ここ M の方は傾き書いてくれてて、あとここマイナス3の2、まあ、一応ここにあるけどね、を通るっていうデータがあります。そっから L の式をまず出しに行く。で、これをね、ぜひ見た時に、あ、2個の点が分かってるからあれやって思ってもらえるとね、しっかり勉強してきたんやなって思うんですけど、 L、 A が0の6ここね、で、 B が3の0、2つの点を通るって分かってたら、みんな連立方程式ってぜひね、頭がこうそっちに繋がってくれるとありがたい。いい ?2 つの点が通ってるのが分かれば、y イコール ax プラス b に、こいつとこいつ、こいつか、を代入して連立でやれば解けます。が、ちょっと今回はズルをします。まあズルではないんだけどね。で、連立をしなくてもいいパターン。というか、傾きと切片、どっちかが分かるんです、これ。書いてないんだけどね。で、どっちかっていうと、これは、この B が6だと最初から分かります。なぜか。これね、A の座標、0の6でしょ?つまり、0の6だから、ここの A が6なんです。で、よく見ると、Y 軸との交点、ここでしょ?これ、切片じゃんか。だから、あれ ?B6 じゃね?っていうのを使っていいんです。つまり、ここを、どうしようかな。ちょっと待って、消していい?これ、6と B って似てるから、あれやな。俺の字だと、分かりにくいかな。こう、ちょっと曲げるよ。y イコール ax プラス6からスタートします。そして、この、3の0、もう、書けなかったからごめんね。3の0を、代入してください。いいかな?そうすると、代入すると、どうしようかな、どうしようかな。いいか。0イコール 3a プラス6。だから、a イコールマイナス2ってわかります。なので、これがわかったから、求めたかった式。y イコール、a が出たからね。マイナス 2x プラス6と。これが l の式だとわかります。いいかな?こっちはいいか。で、M の方、こっちは簡単でね、傾き書いてくれてるから、最初から、y イコール、2分の 1x プラス b って置けばいいよね。a が分かってるから、傾きがね。で、それに、マイナス3の2、ここを通るって言ってくれてるから、マイナス3の2を
お、ワンちゃんめっちゃ泣いてんな。代入します。で、そうすると2イコール2分の1かけるマイナス3はマイナス2分の3足す B なので B イコール2分の7かってわかります。いい？そうするとね、 A も B も出てるんで Y イコール2分の 1X プラス2分の7ってこれが M の直線の式になる。いいかな。この1番と2番は今までみんながねやってきた動画の内容で解けます。ここはだからねしっかり計算ミスしないように気をつけよう。いい？ここを外すとあと全部全滅します。だからそれぐらいね集中して頑張ってください。で次 P の座標です。めっちゃ泣いてんな。 P の座標いくね。でここはですね P ってここです。でこれが何かっていうと L の直線とM の直線のよいしょこれ交点なんだよね。交点っていうのは交わってる点なので交わってるでしょ M と L が。つまり交点出すときって前回の動画で連立方程式使うってみんなに覚えてもらったじゃんか。だからこの直線の式とこの直線の式の連立を解けばいいんです。で、あれこの式で出したやんってことでこれとこれの連立を解いてください。いいかな？これとこれね。で、まあ一応計算やってみようか。これ、マイナス 2x 左に持ってきて 2x プラス y イコール6となる。で、これちょっとね、計算の幅ないんで口で言っちゃうよ。2をかけてから x こっちに持ってくるんでマイナス x プラス 2y イコール7になります。で、数字揃ってないんでどっち揃えるかな。上に2かけようか。 y 揃えたいからね。じゃあ2をかけると4 2よいしょ12となって引き算します。 5x イコール5。はい、これ入ってる。あーきついね。ごめんね。これ計算するとあとねみんなやってください。 x が1になります。で x が1になったんで y が4だとわかる。まあこれ連立普通に解けばいいっす。だから答え1の4とこれが p の座標です。ごめんちょっと待ってね。 p の座標ってわかってるからちゃんと p って書くわ。 p は1の4とこういう風になります。いいかな。まあこれもね前回勉強した内容です。普通にこれとこれを連立方程式で解いてください。で、来ました、三角形 PBC です。で、三角形 PBC がまずどこかを確認しておくと PBC だからここだよね。この三角形の面積を出します。で、やり方を知らないとね何をやったらいいか分かんなくなっちゃうんだけど、三角形ってさ言ってしまえば小学校の時に公式習ってるじゃんか。で、公式が底辺×高さ割る2だよね。つまり底辺と高さが分かればいいんだよ。で、まず底辺、まあここでいいよね、ここでしょ。で、高さどこかっつったら高さここじゃん。一番高いとこだもんね。で、この長さを調べればいい。これが目的なの。で、まず高さからいくよ。なぜならもう出てるから。ここの長さいくつって言われた時に、なんで今この P を出したか。ね、ここで使うために出したんだよ。で、今1の4じゃんか。ちょっと交点消すよ。これ、1の4なんです。で、ここの高さっていうのは、Y 軸のここの高さ、Y 座標と同じになるので、こっちが4だからね。1はここだよ。ここは1だからね。つまり高さは4ってわかるんです、ここ。で、あとは底辺、ここね。で、今いきなりこれは出せないんだよ。でもここがさ、ごめん聞いちゃったけど3だったでしょ。つまりこっちは3なの。あとここがわかればいい、ここの長さがね。で、どうやって出すか。これはここの座標を出したいわけだよね、つまり。で、ここの座標っていうのは
M が通ってるところじゃんか。つまり M の直線の式を使います。で、この C を見た時にね、 X か Y どっちかが分かってます。で、どっちか、これは X 軸の上に乗ってるので Y 座標は0なんです。ここで、あとこの X が分からない。じゃあどうするか。この M の式ね、M の式使っていいからね、ここその点だから、 M の式の Y に0を代入すればいいんです。いい、これね、1次関数、そして、ね、3年生になると2次関数っていうのも出てくるんだけど、すごくね、大切なことで覚えてください。その直線の上に点が乗ってたら代入しちゃっていいから、片方だけだとしても関係ない、代入して大丈夫だよ。で、この M の式に Y イコール0を代入すると、0イコール2分の 1X プラス2分の7。で、これ解くと、移行して両辺に2をかけてください。そうするとマイナス7になります。いいかな。つまり X がマイナス7やから、ここマイナス7って分かったんです。で、いろいろね、いろいろめんどくさい、ちょっとね、気をつけることが多くて申し訳ないんだけど、だからここの長さはマイナス7じゃなくって7なんです。いい、これ座標がマイナス7っていうのはさ、0から左に7個いってるからマイナス7じゃん。でも、ただ今これここの長さ出したいだけだから、俺長さがマイナス7ってことはこの世にないです、絶対に。長さはプラスだからね。だから長さは7にしてください。つまり底辺全部7と3を足すから10になるんです。これで底辺が出る。いい？つまり Y イコール、あ、もうちょっとよいしょよいしょ、底辺が 10×高さ割る2で20、これが面積の答えになります。いいかな。で、単位が何もセンチメートルとか書いてなかったら単位なしで答えてね。逆にセンチメートルとかつけると×になっちゃうから、いいかな、お願いします。では、今回はね、中学校2年生の数学1次関数の交点を出す ② 応用編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。ちょっとごちゃごちゃしちゃってますけどね、申し訳ない。でもすごく大事なとこなんで、ぜひね、勉強に使ってみてください。で、次回からはね、利用がスタートしますんで、もしよかったらそっちの方もお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。